はい、洋酒喫茶館から、外伝っていうか無限の塔攻略編でございます。はい、私洋酒喫茶館から店長中石真澄です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回なんですけれど、無限の塔が53回でございます。まあ、51、52が回ボコボコにしばくでいけたんですけれど、今回は回、だけではならず、なく他のやつも出てくるのでチェックしていこうかなと思います。まずはまあ、ここは来廷でお願いします。で、まあ、こんなに攻撃力あったら、まあ、正直地獄武器いけるようなくらいの人だったら多分大体楽勝かなとは思います。で、デッキ編成なんですけど、雷が重要になります。まあ、忍法は全部雷で固めていく感じで。で、まあ、イダテン、ライリン、どちらでもいいんですけど、とりあえず雷が強い。で、アシュラ、キンリン、カラスで編成いけばいけるかなと思います。で、まあ、ちょっと、貝殻出てくるんで、ちょっと心配だなっていう場合は、ちょっと PVP 的な人も、どこかに編成でいけたらなとは思います。では、早速、バシッといってみましょう。まあ、正直、地獄武器入ってから、めちゃめちゃ楽になりましたけどね。さあ、行きましょう。とりあえず、これ待って、ちょっと待っていただいて、で、出てきたら、ここをマジで畳みかける、で、守護霊も使うんだったら使うっていう感じだったらいけます。で、もう一発、次、ライトンはね、あ、いけるわ、使えるわ。くらい。で、やったらできます。クリアでございます。はい、という感じで。まあね、もっと、正直こんだけ、まあ強化させてもらったらなんとかなるかなと思います。まあもっともっと頑張っていきたいと思いますので、参考になった方はチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。という感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では、別の動画でお会いしましょう。ではでは。